よ。一緒に帰りましょう。何か用かい？そういえば最近のお前なかなかたくましくなってきたみたいだな。ま、私には関係ないんだけどな。ちょっとはいいと思うぜ。そんな暇はないね。用事があるんだ。油断は禁物です。早く保健室に行って手当てをしなければ。さあ行きましょう。いえ、そういうわけには参りません。肩をお貸ししましょうか。軽い打ち身ということで明日には腫れも引くそうですよ。大事に至らなくてよかったですね。あ、自己紹介がまだでしたね。私、
橘恵美と申します。いえ、当たり前のことをしたまでです。今日はこのままおとなしく見学していてくださいね。
こんな天気だけど、これはこれで結構いいもんだよね。そうね、展望台の方へ行きましょう。ここから見える車も船もみんなおもちゃみたいで可愛いね。そんな感じ。ちっちゃくて可愛くって丸ごと持って帰りたくなるね。そうだ、ちょっと時間もあるし、どこかで軽く食べていきましょう。このお店、一緒に来るの初めてだよね。なんだか緊張しちゃうな。A 型と間違われるの。なんでだろう。